はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、ざっと言えば、ネイさんの悪行を明らかにして、結果としてね、クロエがっていうか、そのレイチェルが、ネイさんによって、殺されてたように、殺されてんのかな？わかんねえ。描写できないからわかんねえけど、殺されたことに腹立ったクロエが、もう、マックスと一緒にネイさんぶっ潰しに行こうぜっていう ごめん、うまくまとめられなかったけど、とりあえずそういう感じでやっていこうかなと思うわ。ちょっとうるせえわ。よ、みんな、元気か？おい。元気か？座れんの？ 人に見られ。ケイトも、レイチェルも死んだ。人殺しクラブへようこそ。ああ、そっか。これきっかけでみんな死んでんのか。ええー、やだな、そう考えると。うわ。すべてを壊して台無しにしてやりた全然い。わかんない。そのさ、そのな何、何表記かわかんないけど、それわかんねえわ。ザック、ジュリエットを傷つけたら絶対許さないから、ザックとよりを戻したんだ。ああ、本当だ。リベンジポルノとかされなきゃいいけど。ビンあるよ。もううんざり。いやー、VIP ルームの割に VIP じゃねえな、みんななんか。わざわざ有名 DJ を雇ったんだ。有名 DJ なんだ。これは。VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないのめに。ちゃくちゃダサいじゃん、踊り。お前、大丈夫か？トレバーと末永く幸せに。話しみようか、話せんじゃん。いいね、決めてんね。選んでくれたら優しい。友達だろうでな。友達かも。トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。でな、いいね。トレバーのダンスひどくない？仲良さそうだね。すごく仲良さそうだね。まあね、彼はローガンとは大違い。将 来よのかった話ね。も確聞かくし、に私のことも考えてくれる。そっか。よかったね。でも姉さんにローガはンいる近けどづな、かない後ろで。に。後ろにいるぞ。近づくつもりもないけてか、あど。れじゃない、今の。しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。ちゃんと分かってんだ、デーナは。優しいもんな。彼のお父さんについて何か知ってる？デーナ優金しい持ちわ、だ本当っに。てことくらいしか。姉さんは嫌ってるみたいね。あの家族もそうだけど、このクラブもいろいろおかしい。もうデーナ普通レにイやっナてもたな。そう思うんだ。楽しいことが好き別なにお姉友さ達んじとゃ遊ぶのにクラブなんていらないし、ん。うわ。トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかな。デーナ姉そっさん。か、トレバーと楽しめてるデーナならよ姉かっさん、いいた。人すぎるでしでもね、ょ彼ったらほんとダンス下手で。うわ、ひどう。姉さんの次のターゲットデーナがビッ姉グリさん。だ。教えてあげるべき。女王蜂発見。本当だ。ローガン回せるじゃん。ローガン、いい感じになるどころか、ダンスの相手も見つからないと。こいつダンスの嫌だな、ローガボルテックスの VIP バー、お酒出してる。ン。本お当だ。菓子だけ？ボルこテックれスにクラ含ブまにれてんしじてゃないはの？てケか、チだ薬とか。大丈夫か？テイラーいいじゃん。テイラー最近仲いいからあれじゃん。なんか、いるけど、メガネの人が。酔いつぶれてるのに誰も解放してない。誰も何も学んでないんだ。姉さんいなくね、でも。勘弁してよ。何これ、タバコ？これヘイデン、あいつじゃん。ビクトリアと取り巻きの仕業だ。デーナの男版みたいな、めちゃくちゃいいやつじゃん。やっぱ友達増えたな、俺も。こんなやつらと話できるって、俺ら何気マックスこういう多いな。ビクトリアも姉さんは怖がってるの？全然。ビクトリアは姉さんと仲がいいからね。たち悪いわ、その二人仲いいって。兄弟でしょっていうか、絆が深いっていうか。なのにボルテックスクラブに入りたかったの？私はただ家を出ていい学校に入りたかっただけ。いい勉子強じしゃたん。り友達とパーティーに行ったり。いい子じゃん、お前も。間違いに気づいたの？じゃあどうしてきたの？どうしてパーティーに来たの？メンバーの義務とか。変
変な話だけど予感がしてさ、これがボルテックスクラブの最後のパーティーになるかもしれない。ああいいね、鋭いね。ネイさんやられるかもしれないからね、クロエに。気をつけて寝ていら、お母さんによろしく。ありがとう、今はもうだいぶ具合良くなったんだ。心配してくれて嬉しいよ。 BGM うるせえな。テイラーとさ、デーナーいい子だな、やっぱ。おい、ローガン、話そうぜ。ローガン、ちょっと話があるんだけど。マックスか、いいぜ。でもその前に一緒に踊れよ。やべえ。いや、いい。姉さんは見てない。なんだよ、ビクトリアもテイラーも断りやがるしよ。お前、評判悪いんだよ、お前。姉さんに会いたいだろ。なんだ。いいから教えて。いいから教えて。続けていこう。このクラブの資金源だしな。 VIP ラウンジ様様だ。あ、 VIP は本当なんかあれなんだな。姉さんは見てないの？ビクトリアに聞けよ、あいつなら知ってるだろう。なあ、なんでそう詰めてんだよ。お前、自分がやってきたこと振り返るよ。お前、たまには話でもしようぜ。何話すの？何を話すっていうの？ビッグフットの次の試合のこととかさ。やばいやばい、こいつも女なら誰でもいいと思ってるぞ。お前にタッチダウン決めてやるぜ。ローガン、本当に怒るよ。お前、知ってんだからな、お前、デーナの。なんか驚きも失せちまった。じゃあな、マックス。お前、デーナにやったこと知ってんだからな、お前。後悔しろよ、お前。あんま調子のんじゃ、調子のんじゃねえぞ、お前。あ、そうです、きっと。飲みすぎた人の役に立ったりして。え、ビクトリアに聞けば進むっぽいからさ、とりあえずこっち話しかけようか。もう、ボスみたいに構えてる。こんなところにいるとは驚きでね。デーナの男版。自殺したばかりなのにパーティーを開いてる方が不思議だよ。ねえ、姉さん見なかった？悪い、ちょっとやりすぎたみたいでな。いや、俺両手に花じゃん、お前。てか女の子しかいないもん、お前の空間。マックスの隣に座るから。姉さん。私はいい。硬いこと言うなって。ちょっとぐらい、まあ、すげえな、まあ、女の子束ねてんな。遠慮しないでどうぞ。ちょうど隣空いてっから。あれ、今そんな気分じゃないから。でマックスもなんかとも。誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやっぱ酔ってんな、お前。ビクトリアかな。ビクトリアはどこ？いるよ、そこ後ろ。自分で探してくれよ。俺はほら今いい。てかあれだね、本当学校の中のカースト上位があれなんだ。リップルームにいるんだ。人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのにさ、説教するだけかよ。マドセンじゃねえみたいにさ。あ、デーナもあんまり。ケイトに起きたこと忘れたの？とにかくあんまりケイトの話出すのもやめようぜ、マックス。めちゃくちゃムード悪くなるじゃん、普通に考えたら。お前、こんな楽しい空間の、お前、ケイトがとか言ったらもうみんななんか、あ、ごめんってなるじゃん、みんな。ちょっとしらけるじゃん。マックスもちょっと若干空気読めてないぞ。おい、ビクトリア。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ？私、ゲストなんだけど。ありえないし。は？ゲストなんだけど。今は無駄話してる場合じゃないよ。いや、お前から振ったんだよ、無駄話。私が一度謝ったからって調子に乗らないでよ。そっか、ちょっと仲良くなったのか、前よりは。そんなことどうだっていい。つい先日ケイトが自殺したんだよ、ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ、こっちに文句言わないで。あんまほぎかさない方がいいって。マックスも姉さんみたいな。本当に許せないのは姉さん。でも助けようとしなかった全員にも責任がある。ケイトは、はしゃいでるようにしか見えなかったの。私にどうしろって言うのよ。まあまあそうだよね、うん。認めないつもり。いや、違う違う。言うけど、レイさんのことを心配している人だって私だけじゃない。あなたは彼を学校から追い出せて満足だろうけどね。まあ、姉さんも病んでるからな、だいぶ。よして、あのね、私は普通の学生なの。成人君子でもなんでもない。ただ写真家になって有名になりたいだけ。BGM がうるさすぎてさ、もう声 BGM でかすぎんだって。もう声が聞こえないんだよ、あんまり。写真すごいよね。私、ビクトリアの写真すごいと思う。仲良くなるんじゃないの、これ。押しのける必要ないよ。甘いわね。
親がギャラリーを持ってるからわかるのよ。何？条件を落とさなきゃ勝てない世界なの。あ、まあまあまあ、そりゃそうだよな。まあ、必要ないよ。ジェフォソン先生は有名だけど、そんなこと言ってなかったじゃない。まあね。でもありがとう、また褒めてくれて。ちょっと私すぐ自信が出ちゃう。ビクトリア、お前可愛いとこあんじゃん。私だってそう。でも結局自分次第だった。ちゃんと褒めてくれてありがとうって言える子なんだな。言いたいことはわかるよ。私たちって友達になれないの？ビクトリア、ビクトリア友達だよ。友達でいいじゃない。お互い写真家を目指してるし、変わり者で見えっぱりだし、あ、わだかまりを忘れて付き合え。共通点あるもんな、一応な。そう思ったこともあった。私の写真をアベドンっぽいって言った時に、ま、すぐ正気に戻ったけど、もったいないな。きっと素敵な友達になれる。今からなれるよ、うん、そうかもね。きっとそうだよ。まあ、ネイさんの居場所は、ボルテックスに入る気ない？まだ間に合う。ビクトリアちょっといい子なんだよな。ビクトリア、どういう意味？暗い部屋。あ、そっか、今回ビクトリア狙われてるんだ。いや、暗い部屋、暗い部屋。聞いて、あなたの身が危ないの。ビクトリアが姉さんと仲いいのは、助けようぞ。こんな当たり前でしょ。助けるでしょ。あんな危険なやつ信用しちゃダメ。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後怪しい場所に連れ込んだんだよ。はあ、そんなわけないじゃん。もう証拠バって出して、証拠バって。どうして姉さんそんなことを。まだわからない。証拠バって出して。見たでしょ。そして次はビクトリアが狙われてる。バカバカしい。レイさんは私の一番の友達なんだけど、ちょっとした問題は起こすけど。気をつけろお前、そういうやつ大体死ぬからやめとけよ。メンバーのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃない。それも一理ある、それも一理あるよ。ちょっとじゃない。私のことは嫌ってもいいけど。あ、この話は前田敦子。前田敦子出たな。前田敦子、マックス。確かに私がペンキをかぶった時、マックスはバカにしなかった。そうだよ、バカにしなかったもん。私、信じて。マックスのこと嫌いじゃないよ。ビクトリア、ちょっと変わり者だけど。ビクトリア、お前、ビクトリア、嫉妬してるんだと思う。マックスと違って人の考えを気にせずにいられないから。本当はね、私も最近の姉さんが怖いの。ビクトリア、いい子じゃん、絶対。姉さんには近づかない。絶対姉がいい子じゃん。絶対一人にならないように。今回は言うこと聞いてあげる。ビクトリア、よかった。今夜は他の子たちと一緒にいるようにするから。寝がいいやつだな、お前。ビクトリア。その話が本当なら、あなたも気をつけて。私は大丈夫。あと、もし何かあったらね。ビクトリア、お前、きっかけつかもうとしてんじゃん、お前。仲良くなるきっかけつかもうとしてんじゃん。いい子だな、ビクトリア、お前。あ、黒いるじゃん。ほんとじゃあ、いないんだな、あいつ。ビクトリアと私にも望みがあるのかも。ね、よかったね、仲良くなれたじゃん。クロエ、やっとクロエ発見。姉さん、こんだけいて姉さんいなかったんだ。クロエ、姉さんはここにはいないみたい。誰も見てないって。ね、あ、調べたけどいなかった。先生、もう、ということはきっとリョウだね。急ごう、終わりにするんだ。マックス、来てたのか。ああ、ジェファソン先生。二人とも何かあったのか。先生も怪しいんだよな、でもめちゃくちゃ。ちょっと姉さんを探してたんです。いつ姉さんと友達になったのか。彼とは午後に会ったきりだ。かなり興奮してた。ケイトの一件以来、まあそう。まあまあ精神状態がね、精神の病気がね、あるからな。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけない。君も参加してくれればよかった。一緒、お前いつも言って言うこと一緒じゃん。はい、頑張ります。先生怪しいけどな。急がない、行くぞマックス。もうクロエも興奮状態じゃん、ずっと。それでは皆さん、ジェファソン先生、ジェファソン先生、かっこいい、かっこいいよ。ジェファソン先生、かっこいい。ジェファソン先生、めっちゃ人気あるじゃん。その前にまずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言う。ジェファソン先生、素敵。す
すごジェファーソン先生の信頼度やば。これはアーティストを目指す。みんな黙ってんだって。みんな踊るのやめてさ、聞くって。この学校とその理念を体現して。どんだけ。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。盛り上がんないの。そこ盛り上がんないの。おいおい、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。まあ一人なんない、危ないよ。これ怪しい怪しい。あや、ちょっと待って、怪しい怪しい。これあれじゃん、銃撃たれたりしない、大丈夫。遠くから暗殺パターンじゃない、大丈夫これ。大丈夫か。私がブラックウェルに入った。撃ち抜かれんなよお前。先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。怖い。私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。ビクトリア、彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローでした。ビクトリア、以上です。ビクトリア、誰もの予想通りビクトリアの優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいい、リーチェルが生き返るわけじゃない。まあいいね。まあまあクレイはずっとそうだよな。寮を探してみよう。あ、よかった、撃ち抜かれなかった。危ない。撃ち抜かれる感じかと思った、絶対今銃で。あ、ちょっと音増しになったな、こう BGM が下がったから。やばい、姉さんからのチャットだ。証拠は全て消すって。待って、それってもしかしてレイチェルの遺体も。あ、そこで会うのかな。じゃあああ、月が変わったと。本来ある位置の月から別の月になったんじゃないのこれ。多分薄っぺらい月だな、この角度。月じゃなかった。っ静かに歩いてよ。水たまりだ。姉さんが襲ってきたらすぐ巻き戻せ。怖いな。めちゃくちゃ怖くない、ここ。このアングルになったってことはもう俺歩けんのか。あいつ一人で行かせんなよ、危ねえから。クロ、気をつけて。クロエ、絶対に敵を撃つから。あ、銃持ってんね。怖い。ホラーゲームじゃん。はあ、お願いだから。そうそうそう、冷静にならないと、ね、優秀なやつは冷静なんだよ大体。ここらじゃなかったっけ。どこ歩いてんのこれ。姉さんを見つけたら巻き戻してくれ。一回殺すだけじゃ足りない。ああ、そういう感じかな。じゃあ見つけたら巻き戻せばいい。殺されるよ。あれ、はぐれちゃった。クロエ、こっち早く。はぐれちゃった普通に。よかった。後ろ気をつけろ。お前見ない方がいい。後ろ気をつけろ。えた、ほら。あー、もうほら、バカマックス、後ろって言ったじゃん大体こういう時。危ない、マックス。撃つのうま、脳天じゃん。え、これ俺が悪いかな。俺が悪かった、これ。変なとこで巻き戻しちゃったから。先生、っていうな、なるよ。そんな、俺ね、多分ね、正直ゲーム側からしたら、え？先生？っ
言わせるつもりだったかもしんないけど、まあ、別に俺は怪しいと思ってたから怪しいと思ってたから別にまあ、ああ先生かだと今姉さんじゃないなと思った。ちょっと正直後ろ気をつけようと思ったけど、姉さんではないなと、姉さんこんなに分かりやすく来ないなと思って、先生か。でも発表してからあんま時間経ってないはずだけどな。まあ、そこも謎だけど、これあれか、次最終章なんだよね、一応。ちょっと、あ、警告を信じたいなってる。これ救えんのかな、クロエ。俺、クロエ救いたいんだけど、とりあえず。ハッピーエンドあるよね。俺、変な戻り方したからダメだったのかな。やべえ。悔しい。やっぱ手組んでんだ。お願いです。やめて。やだやだやだ。マックス。この竜巻が来るってことは俺はわかるよ。マックス覚醒します。絶対に覚醒する。信じてくれみんな、マックス絶対覚醒するから。絶対覚醒する。前回までのあらすじ。はいはい、ごめん。あ、いつもパターンじゃない。だいたいクロエがこれ、あ、戻ってる。収穫は全然前回だ。レイチェルは暗い部屋の中。あ、でも進歩してる。それだ、クロエが撃たれるところは始まってない。自分たちだけだ。怪しすぎますよ。なんだと？お前もクロエもガキのくせに偉そうな口ばかり聞きやがって。あ、どうしようかな、あらすじ見終わったら終わろうかななんだ、一人多いな。俺の寮で何やってる。あ、でも連続やるからいいや。そんなに死にたいのか。姉さんは普通じゃない。レイチェルの件に絡んでるはず。あ、でもなんか時間軸がバラバラになってあれだ、あらすじしてるわケイトだけじゃない、他にもこんなに犠牲者たちが。マックス、何しに来たのよ。全部先生が言ったのかな。ビクトリアが危ない。バッカじゃないの。レイチェル、これ見たことあるような場所だけど、どこ。あそこだ、今すぐ確かめに行かなきゃ。俺クロエ殺し、クロエやだ、生きてほしいレイチェルなんで。クロエ落ち着いて。まあ、後ろ気をつけろって。あの時は本当に二人とバカなんだよな。チャットだ、証拠は全て消すって。後ろ見とけ、一人は絶対よかった。まだここにいる。二人とも前向いてんの。いた。手慣れてるね。でも危ない。マックス早すぎんだけど。先生銃撃つの早すぎない？いくらなんでも早打ちガンマンなんだけど、そんな早く撃てんの今レイクレもだいぶいい反応してたのにさ、危ないっつって。全然じゃん、全然速さ間に合ってなかったもんな。先生ガンマンなれるわ。俺マックスの辛いシーン見たくない。拒否権あるもん俺にも。まあ先生怪しいと思ったけどさ、校長と先生と姉さんの関係か。じゃあ、いや先生と姉さんの関係だな。いやー、なんか謎が深まるね本当に。なんかアングル遅、アングル遅いな。めちゃくちゃじっくり流れるじゃん。それだけマックスが意識朦朧としてるってことかな。大丈夫マックス、なんでこんなことになるんだよ。あ、撮影されるんじゃん、マックスも。じゃあ、
え、これ俺の選択悪かったのかな。いや、あんな変なとこで戻したから、もしかしてマックスもなんちゃって美人だなと思ってたからな最近。くっそー、いや絶対先生は悪いな、姉さんに騙されてとかじゃないって絶対。あ、いない、舐めてんのかお前。ここは暗い部屋、暗室。絶対先生入ってくるでしょうか。ね、誰かいないの、お願い助けて。絶対先生入ってくるって。あ、見れる、切り離す、切り離せないだろう、そんな。あれは私の写真、昨日の夜撮ったんだ。もうやだ、物騒すぎんだけど。こっちに引き寄せられればダメだ、何も思い出せない。姉さんがケイトに使ったのと同じ薬だ。助けて。まあ無理だろうよ。ゆっくり鑑賞でもするつもりなの。やば、やばくない、やってること。見える場所にあるのに届かない。あ、あれってマックスの荷物、うん、あそこいるじゃん、横にいるって縛られてる人が。これきついな。誰誰誰、ああ、そんな、ビクトリアもジェファソンに捕まったんだ、最悪。ビクトリア生きてる、ビクトリア起きて、起きてよ。あ、起きそう、え、起きそうじゃん。え、起きそうだったじゃん今。え、切れた、よし、これで切れた。消えることある？ねえ、え、消えることある？ねえ、最悪。え、切れることある？おかしくないっすか？こんな自分の姿見たくない、絶対許さないから。やっぱ先生悪かったんだな。ダメだ、何も思い出せない。姉さんがケイトに使ったの、同じ薬だ。え、これどうすんの？え、マックス何してるの？あ、マックス、もうしない。マックス、ちょっとこうするしかない。マックス、マックス、もうできるじゃん、ほら、あの写真しかできないと思ったけどできるじゃん。マックス、どうだ、ピント合わせ方未だに分かんないんだけど。ん？どれだ？あ、回してね。あ、来てない。マックス来てない？これマックス？これはいいな。来た。最強じゃん、やっぱ。このアングルは君の無垢を引き立てる。意識が混濁したモデルは自らを飾り立てようとし、うわー、変態写真家だ。素の顔を引き出す。変態写真家がいる、変態写真家がいる。 その表情完璧だ。あ、姉さんと協力して写真撮らせてたのかな、変態に。顔はそのまま、勝手に動くな。姉さんのお金にちょっと借りて。せっかくの小遣い台無しだ。あー、もうやめれた、やっぱ時間ならまだたっぷり。マッドサイエンティストのみたいな感じで、あれだ。初めて見た瞬間、
特別だと思ったよ。そう、あの自撮り写真。変態じゃん先生、写真好きな変態じゃん。君の姿は無垢そのものだ。レイチェルとは違う。彼女は余計なものにばかり目を向ける癖があった。変態な先生じゃん。待って、別のアングルも試してみよう。でもプロ意識だけ、プロ意識だけも悪いこと、悪いこととは言い難い。なんかこの悪いことだけど、悪いことなんか、なんていうの、そう、なんかそれでいいんだ。何これ。姉さんにも見せてやりたかったよ。だがあいつもまだまだだ。お、複数の被写体を寄せ集めるだけで一貫性のあるテーマを構築することはできないからね。どういうことだ。しかし影の使い方は絶妙だ。そして他にも稀有な才能を持ち合わせていた。それは時期に公になるだろう。そう、その眼差し素晴らしいよ先生。女の子の写真ばっか撮んなよ先生、変態じゃん。君の好奇心の強さはいただけないな。もうへ、何見せられてんの俺は。24時間監視下にあってね。姉さんの電話から送ったメッセージ一つで簡単に釣れたわけだ。どっちが悪いんだ。探偵ごっこなどにうつつを抜かさず勉強に専念していればよかったもの。クロエ、クロエ、そうそう、気の毒だが僕、姉さんがしたことは正当防衛だ。僕、姉さん、それに学校を辞め道を踏み外した一人の女の子のことなど誰も気にしないさ。だが君は違う。今夜君が死ねば多くの人が悲しむ。言っただろう、才能があると。あ、それは生かしたってことですか先生。素晴らしい、やめてください。そうだな、アップも何枚か取っておこう。殺しはしないってことか先生。それは変態じゃん。動くなと言ってるだろ。投げてか、このムービー投げ合いってやってること一緒なのに。先生、注射が必要。いや、いや、先生変態じゃん。じっとしてなさい。変態じゃん先生。動くともっと投げは終わるわ。変態エピソード長いもん。ここで一旦切るわ。じゃあ次回続きからやっていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。